こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の11月26日を1時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 57.82 ということで、まあ少し下がってるんですね。はい。まあ今までのレンジの中で動いてるということでは安心なんですけど、このレンジのね、下の方に寄ってしまったということですね。はい。これね、ツンツン言って、今いつか抜けてほしいんですけど、またここまで戻ってきちゃったので、まあこう下抜けちゃったらね、またちょっとしばらく戻ってこないっていうことになると嫌なので、はい。ここでね、粘ってもらって、まあいつか上に上がってほしいというところですね。ではツイッター見ていきます。はい。今日はというか、今日もですね、NHK の BS で、今日は BS でか。今日は BS で、シーズン X という番組で、このサトシ・ナカモトについてね、やってました。皆さんご覧になりましたかね。はい。前回13日に44分間。で、今回倍以上の時間をかけてやってます。はい。本当にサトシ・ナカモトだけに、特化して、そのビットコインとかアルトコインのあんまり、まあビットコインはもちろん話をするんですけど、そのサトシ・ナカモトにフォーカスする番組ですね。まあシムン X とシチズン X ということなので、まあ人にフォーカスしてどんな人かということです。はい、こちらちょっと画面をね、ちょっとキャプチャーさせてもらったんですけど、渡辺聡太さんとか、まあいろんなあの大学教授とかね、あのブロックチェーン研究されてる方とか出て、で、まあ今回はあのブロックチェーンのスマートコントラクトのことにね、ついて、触れてたところが、まあ新しくあの時間が伸びたことによって付け加えられたことだと思います。はい。で、コインだけじゃなくて、まあ、スマートコントラクトですよね。そちらの機能の話も新しく話したことで、あの、公文書の改ざんだとか、そういうことに、使えるという、改ざんに使えるじゃない、改ざんの防止に使えると。改ざんできないということでね。はい。ということで、まあ、いろんな応用ができそうだね、と。はい。だけど、やっぱ電力、プルーフオブワークの電力消費だとか、あとまあ、プルーフオブワークをやることによって、中央集権化してしまうとか、あまあ、ハードフォークとかね、その辺の、まあ、決め方だとか、まあ、いろいろ問題が出てきたというようなことを言ってます。はい。で、さらにまあ、問題の一つとしては、貨幣を生み出せるのは国家なので、やっぱ国がね、自分の、その既得権益と言われるもの、まあまあ最大の特権ですよね、国の、それを脅かされるということで、まあ、国もね、あまりよく思わないというところが、まあ、それも誤算だということですね。まあ逆に、まあ、それをある程度分かってたから、その中本聡が正体を表さないように、もうあらかじめ考えていたというような話もありました。うん、というか、まあ、それが本当の本質かな。はい。で、通貨なので、もうすでにエルサルバドルとかは、使ってますよという話してましたね。はい。で、日本はどうかみたいな話になって、岸田さんが、まあ、Web3 をね、取り入れていくんだということで言っている。で、このビデオは、WebX というイベントの、動画から持ってきたよという感じで、ちょっと隅の方に書いてありました。はい。で、そこのイベントの様子がちらちらと、3つぐらいかな。ちらちら出てましたけど、で、ブースをこう取り上げたりもしてて、2つぐらいブース出てたんですけど、そのうちに、まあ、トヨタブロックチェーンラボということで、まあ、政府もやってるし、こういう大きな大企業もね、入っていくぐらいのムーブメントになってきてるんだということだと思いますね。はい。そこで一瞬なんですけど、なぜかここにですね、ゆうたさんが映っているということで、これ皆さん気づきましたかね。はい。で、ゆうたさん、この日に、これ多分同じ黒い服着てるけど、一応お客さんとして行ってたと思うんですよね。はい。私もお客さんと行って、して、行ってゆうたさんとここで会ってますんで。はい。なので、これはちょっと偶然だと思うんですけどね。はい。ということで、まあ、隠れキャラがゆうたさんなんですけど、はい。思わずここにいらっしゃいましたよ、ということです。はい、ということで、とてもいい、番組だったと思います。そう、あ、ちょっと言わなかったけど、ジェネシスブロックのね、話も、通貨かな、の話の時にできました。はい。あ、ジェネシスブロックの中に、そのメタデータとしてですね、その、2009年1月3日だったかな、金融恐慌というか、その辺の、文章がね、新聞の見出しが入っているという話もありました。
ぜひね、録画したりした方、見てほしいなと思います。で、そのゆうたさんのツイートです。カタナエイダメインの開発会社 IOG の公開論文リストは200に及ぼうとしています。一時期論文をすべて追おうとして、なんて読んだろう。どんどん論文公開頻度が上がり、現在良い意味で心が折れてますと。まあ、追おうとするだけでもすごいなっていうところなんですけどね。もう一つ、カートナイダーミートアップクリプトメディアコインオタク編集長伊藤さんがいらっしゃいましたということで、たけしさんですね。たけしさんの、主催するミートアップが、だいたい日曜日なんでね、今日日曜日で会ってましたよということです。コインオタクさんが来るとはね、すごいなと思います。コインオタクさんは、エキスポにもね、5万円寄付してくれたことがありますので、もし機会があったら、喋ってみてください。ということで、値段に戻りまして、57.35円ですね。14,012.9かける57点、あれ？14,012.9かける57.35で元本が10万円ですので、計算しますと、70万3,640円のプラスと。ということになりまして、703%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。